録5時45分なんとか設営終わりました。仕事が終わって急遽来ました。じゃあ今から仕入れ行ってきます。仕入れも終わり、これからバトニングを始めたいと。時刻6時45分です。あたりはかなり真っ暗でございます。お月さんはもう少しですね、出てくるんだね。こちらニューアイテム、バトニングの棒仕入れてきました。テーピングしまして、かなり良いな。これでバトニングです。重さもいいですね。使いやすいです。これはね、多分金槌の絵かなんかと思いながら、1000円ぐらいでね、ホームセンターに行きました。うん、ちょうどいいね。1000円ぐらいでね、これがね、10年、20年も十分元が取れる。では、着火しますか。スパーク、どれかな。これでいいのか。火がついたところで乾杯。はあ、やっと喉が潤いました。さあ、それではちょっとね、朝から何にも食べてなかったからね。サンマのおしす、おし寿司、やっちゃったよ。靴が出っぱなし、しまっておこう。
さんもようやく出てきました。ちょっとぼやっとしてるけどね。月見キャンプができてよかったです。最高です。今回は国産の牛すじ肉、こちらを塩こしょうして食べたいと。結構ね、歯ごたえてね、うまいですよ。安く私は、ね、家でもちょこちょここれ食べてます。煮込んでも美味しいんやけどね。焼いていきたいと思います。今回は塩コショウした牛すじ肉、これをちょっとつけて食べたいと思います。初めてですね、このカレーを使う。めっちゃうまそう。じゃあビールも2本目いただきます。じゃあ牛すじいただきます。まずはこのままで。うん、うまいし。じゃあ次はこちらの
ぱりしてきてますね。うん、おいしい。うん、結構ね。